皆さんこんばんは。ブランド推進室所属、ブランド推進マネージャーの江上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。いきなりですが、江上のりとっていう名前、なかなか覚えづらいんじゃないかと思います。人の名前を覚えるのが苦手な方は、単純に協力隊の菊芋くんと呼んでいただければ非常に本人嬉しいです。じゃあ始めさせていただきます。まず最初に、心から、述べたいと思います。ありがとうございます。私を選んでいただいてありがとうございます。私にいろんな活動を好きにやらせてもらって本当にありがとうございます。いろんなことが一斉に動き出しました。菊池へ来れて本当に良かったなと思っております。そして2年後もこの気持ちで、この地で何かができるようになれるように、これからも精進してまいりたいと思っております。なんか最後のような話になりましたが、ここからが本番です。まず私の自己紹介を少しさせていただきます。菊の栽培は今月で7年目に突入いたしました。菊物が少ないので割と7年目でもベテランの方に入るそうです。で、単純に栽培するだけでは物足りませんで、日本に2カ所しかない研究機関の一つである佐賀大学菊芋研究センターに厚かましくもいろんなことを問い合わせさせていただいて、スキルの向上に努めてまいりまして、この写真なんですけれども、有名人が芸能人ではありませんで、その佐賀大学菊芋センター、菊芋研究センターの松本先生という方と4年前かな、撮った写真です。で、この4年間で菊芋がだんだんメジャーになってきて、松本先生も本土監修をしたりとっても忙しくなられまして、もう今なんか簡単には会ってもらえなくて、メールでやり取りすることが多くなっています。初期の頃お知り合いになれたことは、情報収集する上で、そしてパイプ作る上でラッキーだったなと思っております。今後もこれをこの町でそのパイプ活かせたらなと思っております。で、この松本先生のおかげで、私熊本県人なんですけれども、佐賀福岡機能性農産物推進協議会の会員にしていただいております。これ何の会かと言いますと、栽培加工販売事業者、行政の方、 JA の方、そういった方たちでの菊芋の研究会です。かなりレベルの高い方、意欲的な町が来られています。で、そこでいろんな要は菊芋では割とトップの方の方たちと接することで、ちょっとまだまだいろんなことをレベルアップしていかなくちゃいけないと思っておりますし、どの辺のレベルまでいけばトップになるのかっていうのをなんとなく感じております。で、私菊芋と何度も言っておりますけど、今日初めて菊芋っていうのを耳にされる方もいらっしゃると思います。左の写真が、うちで撮った菊芋です。で、形は生姜に似ています。で、匂いはごぼうのような匂いがします。食べるときはシャキシャキとしてレンコンみたいな味です。非常に珍味として使えるやつです。ただし味が全くありません。だからいろんな味付けが上手な方が使えばとっても美味しい料理に仕上がるような野菜です。なおかつ健康にいいと言われています。で、栽培においては比較的容易という声と、菊芋はやめておいた方がいいという声、両方混在しております。まだまだ知名度の低い正体不明の農産物ですので、いろんな声があるのは当然だと思います。だからこそ逆にビジネスチャンスはたくさんあると思っております。で、菊池において、菊芋をブランド化していく際に、先ほど申しました福岡、佐賀、あるいは全国的な強力な事業者たちとどう戦っていくか、どうブランド化していくかっていうのを着任して以来ずっと考えておりましたが、この3月、今月ですね、今月やっとひらめきまして、菊池芋っていうのを広める作戦で来年度はやっていこうと思っております。キャッチフレーズは、芋じゃない芋、菊池芋、体にいい芋、菊池芋
じゃあキプチーモって何っていうのは、すいません、これネットで公開されますので現時点ではご勘弁ください。商品開発とか秘密の作戦を展開している途中で情報開示するようなお茶目なことはあんまりしたくないと思っております。ただ、このキプチーモの初期ロット、ちょっとびっくりしたことに市長にも食べていただいているので非常に申し訳なく思っております。完成したら最初に、主要な方々にお届けしようと思っています。まだまだちょっと工程は大変ですけれども、この秋にはデビューさせたいなと思っております。で、そんな菊芋なんですけれども、ビジネスターゲットは2000万人から3000万人と言われております。これ平成28年度の国民健康栄養調査の結果、糖尿病と予備群の数字は、合わせると2000万人、厚生労働省の基準がその後変わりましたので今は3000万人と言われています。十分すぎる市場の大きさは広がっています。ただし、それからビジネスとして考えた場合ですね、商品充足率っていうのは低いのは異常に低いんですね。商品充足率っていうのは何かと言いますと、Google で月間に検索されているそのキーワードの回数で、楽天に出品されている商品数を割ったものです。ちょっと緊張してたんで言う順番を間違えました。出品商品数割るの月間検索回数です。で、これでいきますと、例えば醤油とかは約 600% の充足率あります。これでもふんどうだいさんが出された透明醤油のようなヒット商品は生まれるんですけれども、なかなか充足率が高いところでまた売れる商品を出すというのは非常にハードルが高いです。で、それに対して菊芋は商品充足率がまだたったの 6.4% です。ビジネス団であれば、例えばトマト、メロン、菊芋、醤油とある中でどれを商品化していくか、おのずと答えはあると思います。で、そういう大きな可能性はありますけれども、特性を理解して栽培、商品化、売る努力、こういったことをやっていかないと売れない野菜、これが今の菊芋です。で、今期半年でしたが、今仕掛けをやっておりまして、栽培、それから殺菌、菊池産品の中に菊芋を入れたものを作る、それから新商品の開発、これ新商品も簡単なやつじゃなく、まだ世の中にないと言われているようなやつを3つほど今同時並行でやっておりまして、正直こんだけやるとなかなか休みの日も要はメッシ方法で好きだからやれることですけれども、ほとんど菊芋に費やしております。で、今後取り組むこととしましては、菊池をもっと知ること、菊池の人、物、金、情報、こういったことを知ることでより良い活動をして、その結果地域の皆様の役にもっと立てるようになっていくんじゃないかなと思い、菊池をもっと知りたいと思っております。その中で新たな菊池名物作りへの挑戦というのに主眼を置いて、菊池芋などをやっていこうと思っています。で、それをやっていく中で一番大事なことは販売ノウハウの蓄積、あるいは販路開拓だろうと思いますので、2年目はその準備もやろうと思います。で、菊芋ばっかりやってるのも、それでは良くないと思いますので、手がかからずに収益が増やせるかもしれない野菜、これを試験栽培、それから販売促進、こういったことも手がけてみようと思っております。それ以外にヒットしそうな菊池産品の発掘と販売促進のお手伝いもやるつもりです。今期はこれが1品しかちょっとできませんでした。ピーマン味噌麹っていうやつに菊芋を融合させて、今月末には多分養生市場で発売になるんじゃないかなと思っております。こういうのをもっともっと増やしていければと思っております。ということで、菊芋のことはある程度分かっておったので、着任以来いろんなご相談を受けております。で、そこからいろんな展開が書かれております。菊池には3つの図という言葉があと伺いました。その中の一つ、集うはまだまだなんですけども少しはできたんじゃないかなと思っております。で、その中で一部つながったかなと思えるようなところも何件かできてきております。ありがたいことに今後はそれを続けることでもっと収益に貢献できるような活動をやっていき、自分としてはできれば
中間山村の課題解決型 NPO をやりたいんですけれども、ちょっとそこまでは難しい場合は6時間事業者として菊池に存在し続けられるように活動していこうと思っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。